こんにちは。気になる受信ブースターってことでね。オールバンドでしたね。これ 1.8 メガから54メガまで使えるんですけど、115ボルトなんですけど、100ボルトでも十分作動します。で、これ電気入れて、今これ11メーター受信してるんですけどね。ですから一番上のバンドにして、一番上のバンドにしてね、チューニング取ります。でこれかプリアンプオン、これが原因ですね。これで原因感度を一応最高にしておいて、でこれ切っちゃうとほとんど静かになっちゃうんですけどね。今日はコンディションが上がってないんで、今はね、そこでなんとなく遠くが聞こえたりして、でこれ握ると勝手に切り替わって、送信になるんで、まあ、リニアと無線機の間に入れるといいかなって。これ後ろにね、同軸が1本出てて、中間同軸1本でね、接続できますね。そんな感じです。まあ、使わないときはこう切っといてもらえればいいと思います。ちょっと散らかっちゃってて、そうですけどね。もう売ってないね、これね。もう大昔のグッズですからね。聞こえないよね。切っちゃうともうノイズも静かになっちゃう。こんな感じです。で、ちょっと戻るのに時停止があるんで SSB にはいいんですけど、 AM だとちょっと我慢が必要かな。まあ、こんな感じで使いこなしてもらえるといいなって感じです。